こんにちは、モデルの江ノ沢まなみです。今回はモアジャパンの企画でこちらの旅行の時のメイクポーチの中身を紹介していきたいと思います。イエーイどんなお洋服でもどんな方とお会いする時もすごい嫌な感じがしない色なので、ジェニーハウスっていう韓国のブランドで、こんなちっちゃくてめっちゃ可愛いんです。この900円のこれ本当にすごくて、穴場ですよ。なんかこれ言ったらいけないかもしれないけどめっちゃ売ってるマジでめっちゃ売ってます。今回のコンセプトは1泊2日の温泉旅行デートということで、普段私結構温泉にねデートで行ったりするんですけど、旅行の時のメイクポーチの中身ということで、いろいろこだわりがありまして、荷物がかさばったりとか本当に少なくしていきたいので、だいぶこういうコンパクトにしまってるんですけど、ポーチもこんな薄くて間違いないタイプなんですけど、このタイプのポーチが本当に自分的にはすごい使いやすくて、中身一個一個紹介していこうと思います。まずはこちらです。ラロッシュポゼの UV イデア XL プロテクショントーンアップのローズです。これは私 YouTube とか Instagram でも結構紹介してるんですけど、ラロッシュポゼの日焼け止めなんですよ。日焼け止めなんですけど色味がついてるので、これだけでトーンアップとか、あとは軽くカバーもできるので、まあ、これは特に夏は日焼け止めを必ず塗るんですけど、これが日焼け止め代わりとして首までこれを使って塗ったりしています。温泉行って次の日のメイクだと思うんですけど、こういうポーチのやつってなんかあんまり肌に負担かけたくないし、なんかせっかく温泉に行ったのに、なんかそのツヤとかツルツル感とかを生かしたいので、結構この肌に優しいと言われているブランドのものが結構いいなと思ってこれを下地にしています。あとはこちら、ティルティルのマスクフィットレッドクッションの21番です。結構持ってる率高いと思うんですけど、結構大きいんですよ本当のやつは。これはね、全顔塗るってよりは気になるところ、おでことかほっぺとかポイント使いとして塗ります。こんなちっちゃくてめっちゃ可愛いんです。だから持ち運びとかお直し用とかにすごくいいです。こういう感じで、はい。女子で旅行行くときとなんかデートのときと肌の作り方って変わったりします？女の子と旅行行くときはもうちょっと化粧品たくさん持っていきますお洋服に合わせて、あとは眉毛とか、エトボスのミネラルマルチパウダーのウッディブラウンです。これはマルチパウダーって言う通り、後ろにも書いてあるんですけど、どこにでも塗っていい、アイカラー、チークカラー、口紅みたいな、どこでも使っていいパウダーで、私エトボスも結構好きなのでいろいろ持ってるんですけど、この色がすごい絶妙に可愛くて、ちょっとピンクみと赤みのあるブラウンなんですけど、眉毛にも使うしアイシャドウにも使えるのですごくお気に入りで、眉毛とアイシャドウの色味をなんか一緒にすると顔にすごいまとまりが出るので、旅行の時とかは特にこれ1個だけで荷物も少ないしすごくいいです。最近お気に入りのシャネルのスティロスルシルウォータープルーフの816番です。ベージュなんですけど、先端がこう斜めにカットされてるのが結構好きなんですね。こういうタイプのアイブロウすごい好きなんですけど、色味がめちゃめちゃ可愛くて、さっきのパウダーで間とかを自然に埋めて、これで形を綺麗に整えるって感じですね。なんか私眉毛が短いんですよ、人より。なんでこれでちょっと長さを整えるっていう感じ。ここはお気に入りすぎて消えちゃいました、ディオールのアイブロウブラシと、こちらはヘビーローテーションのカラーアイブロウ4番です。これは多分みんなも知ってると思いますし、なんかドラッグストアで普通に買ったものなんですけど、頻繁に私髪の色を変えるのでアイブロウのマスカラは何個か家に常備してるんですけど、なんか赤みがあったりとか明るかったりとか暗めだったりクリアだったりっていろいろあるんですけど、これは比較的どんな髪の毛の色にも合うし、黒髪でもあんまり浮かないのですごくおすすめです。眉毛の印象を抑えたい人にはこの4番のカラーがすごくおすすめです。ナチュラルブラウンっていう色、これも最近買いました。高校生の時使ってたんですけどね最近また買ってみました。次にしたいヘアカラーとかあります？私ずっと
水色にしたいです、いつか。はい、なんかあのエヴァンゲリオンみたいな綾波レイ、はい、いつかしてみたいんですけど、多分1日で飽きると思うし、1日で落ちちゃうと思います。ミューラーはスックです。21ぐらいの時からスック使ってます。多分目の形に合ってるのかな。まつげのこだわりあります？ギュインってあげるのがいいのか、束感とか。あ、まつげはめっちゃこだわりあって、あのカールというよりもガッと上げるのが、根元から上げるのが好きなので、あんまりカールかけるというよりは上げるっていう風にイメージして、あの上げていて、マスカラで綺麗にこうセパレートになるようにしています。でこれも最近お気に入りのマスカラで、ピメルのパーフェクトロング&カールマスカラ。これなんかパッケージがなんか嘘つきマスカラって書いてあって、自然にまつげが長く見えるみたいな、ちょっと下げれるみたいなのパッケージがすごい気になっちゃって、黒いマスカラっていうよりは透明のマスカラに黒い繊維が入ってるみたいな感じで、塗った時に黒のマスカラなんですけど、ギャルっぽくもならないし、すごい清楚な感じのまつげになって、結構すっぴん時ではまつげだけ上げとけばなんかメイクしてる感自分の顔で出るなと思ってるので、そうしてるんですけど、その時にさらっと塗るだけで、あの まつげが上がった状態をキープされるので、これはあのすごいお気に入りです。というかめっちゃおすすめです。なので学生さんとかもいいかもしれないです。学生とかお仕事の時とかにすごくあのいいと思います。温泉入った後とかはすっぴんで過ごしますか、ちょっとだけ詐欺メイクします？すっぴんで過ごします。はい、すっぴんで過ごしますね。私は彼も何も可愛いねって、可愛いねとか普段言わないです。言わない、言われないです。あんまりあんまそういうの言う人じゃないみたいです。コンシーラーはシャネルのルブランコンシーラー10番です。これまだ新しいんであんま使ってないんですけど、目のこの下とか、あとはなんかほうれい線とかに塗ったりとかするとなんか消えるみたいな、下げれるみたいな聞いて見たんですよ、ツイッターで。じゃあ私の情報源全部ツイッターなんですけど、あとニキビとかできやすいので、これで隠します。見た目がもう可愛いからコンパクトだし、持ってるだけでいい。あとはアイシャドウ、アイシャドウはさっき紹介したエトボスも使うんですけど、またちょっと違う色味のものを2色。これが NM のマルチカラー301ファーストデート。これもアイシャドウチークに使えるマルチタイプの、これはさっきのエトボスのアイシャドウを眉毛に使った後もまぶたにさらっと塗った後に、これは目の下にちょっとだけさらっと赤みを入れると結構目がなんかぷっくりして見えて、目が大きく見えるのですごく好きです。チークにしても可愛いし、これとあとは私がもうこのアイシャドウが大好きなんですけど、エクセルのアイプランナーのピュアブロンズ900円なんですけど、これ本当にすごくて、発色も本当にこういう高いブランドとは負けないし、ラメなんですけど、なんかラメってちょっと年を重ねてくると結構浮いちゃったりとか若く見えちゃったりすることがあって、でもこれは肌なじみもすごくいいし、品のあるラメなのでそんなになんか若く見えないというか、ちゃんと年相応なラメというか。あと今回選んだアイシャドウが結構あったかみのあるカラーだったので、それに合わせてこういう色味がトーンのあった落ち着いたカラーで揃えてみようかなと思いました。これ NM はピンクっぽい赤、わかるかな。あ、でも可愛い。ピンク、あんまりそのなんて言うんだろう、赤みが強いわけではないのですごく使いやすいし、ナチュラル、触り心地がふわふわで気持ちいいです。エトボスも似たような質感なんですけど、こんな感じです。ちょっと赤みのある、なんかピンクみのあるブラウン、あったかい感じ。これもブラウンなんですけど、なんか優しい感じがするので目元があんまりきつくならなくて、目の下とかにアイライン代わりに入れても可愛いです。エクセルのこのラメはこういう感じでキラッとするけど、肌にすごい馴染んで上品なラメって感じ。見えますか？もう3色見えますかね。
アイパレットを持っていくと荷物が増えるというか面積の問題自分の中でその日使いたいなと思ったアイシャドウとかを自分のドレッサーの中からピックしてこうやって選びます。だから毎日違うんですよ。だから洋服に合わせてって感じですね。アイメイクの時なんかどういう目になりたいとかそういうイメージあったりします？ナチュラルが好きか。そうですね、結構目の形がなんか丸くて二重の幅が広いのであんまりやると結構メイクが強いというか濃く見えがちなんですね、たくさん塗っちゃうと。なのでマスカラとかも比較的ブラック使う時はボリュームタイプじゃなくてロングタイプでナチュラルにあんまり塗りたくらないでさらっと塗るようにしています。はい、ちなみにアイラインとか引かない系ですか？最近アイライン引かないメイクにハマってて、その代わりちょっとこう赤みのあるアイシャドウとかを使ってなんか抜け感みたいな、顔に自分のその顔にハマってます。なんかアイライン絶対ないと生きていけない人だったんですけど、なんか引いた時も自分もなんか最近はいいなと思えてきたので、アイライン入れてた時とかは結構色味が薄いようなアイシャドウが好きだったんですけど、最近こういう色でマスカラもその分黒にするとかそういう風にちょっと引き算したりしてるのが好きです。これはマスカラコーム、セパレートにするのがやっぱ大事なのでマスカラコームは大事ですね。あとはチーク、トーンのチークでルミナイザーバーの5番です。今回のそのアイシャドウが結構こういうブラウン味の温かい感じだったのでチークもちょっとオレンジブラウンみたいなこういう色にしてみました。ツヤ感があった方がやっぱ温泉なので可愛いかなって、もうちょっと強調されるかなと思ったのと、ブラシ持ってくるのちょっとめんどくさかったのでこれで。でも本当に可愛くてこのトーンのやつ、こういう色なんですけど薄付きなので自分で調節しながら塗れるところも好きだし、すごいナチュラルに血色感が出るのですごくお気に入りで、こういう感じです。意外とツヤっぽいという、意外とみずみずしい感じ。この茶色よりは塗った時の方がすごいナチュラルですごく可愛いので、これは本当におすすめです。なんか塗り方のポイントあったりします？どの形に塗るとか。指で取ってこうやってポン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 って塗るんですけど、私は結構このラインに塗ることが多いので、塗ってるっていうよりはなんか内側から血色を作り出すみたいな感じで生み出しています、自分で血色がないので私あとはハイライトです。これは日本の店舗では見たことがないんですけど、ジェニーハウスっていう韓国のブランドで、こういうバーム系のハイライトだとちょっとツヤツヤすぎるし、この感じだとなんかナチュラルにしたいのでちょっと肌なじみのいいハイライトがいいなと思って今回はこれを選びました。これは結構ハイライトって言ってもこういうブラシになってて、コンシーラーの中間みたいなこういう色なんですよ。でファンデーションみたいな色なのですごい浮きもしないし、顔にすごい馴染むのとメイクの邪魔もしないし、でもちょっと光に当たった時にキラッと自然なツヤみたいなっていうところがすごく好きでお気に入りで、なかなかなくならないんですよこういう使い方してるんでポイント使いだし、多分ネットとかで具が売ってると思うのでもし気になる人いたら買ってみてください。これはもうこのまま私はポイントこうやってツヤが欲しいとこ、鼻とかこことか顎先とかに塗ってます。塗るというよりはなんか置くって感じでポンポンポンってやった後にこう指でなじませるっていう感じの使い方をしています。あとはバッグの中に直接インしているリップたちなんですけど、これはリップクリーム、ワセリンのリップクリームで、これもリップオイルなんですけど、これもティルティルファンデーションと同じブランドなんですけど、あんまりティルティルにリップのイメージが多分ないと思う。ファンデーションがだいぶ人気なんでなんですけど、これもお友達に教えてもらって、もう本当にすごいいいんですよ、唇を保護してくれるような。なんでリップクリームと同じ感覚で使えるのと、あと名前がマイグローハニーリップオイルって言って、なんか蜂蜜の香りがすごいするんですよ、名前の通り。なのでそこもすごく好きで、このリップの塗るところのこのチップの部分がすごい分厚くて唇にすごい沿うんですよ。なのですごく使いやすいし、なんて言うんだろう、
はちみつの香りもあるけど、なんかスースーさとかはないので誰でも使いやすいと思います。それリップの下に下地として塗る感じ。下地として塗ってもいいし、グロスとして上から塗ってもいいと思います。私はそのままリップクリームの代わりとして使ったりはしてますね。あとはこちらディオールのマキシマイザーの18番、これも今回このアイシャドウに合わせた色を持ってきたんですけど、めっちゃ可愛いんですよこの色。本当にこれだけでリップメイク完成するぐらい潤うし、私の大好きなミントの匂いスースーするハーブっぽい香りもするし、抜け感もしっかりあってベタベタっとしないし、すごく可愛くて、まあ一年中使えるカラーだし、どんなお洋服でもどんな方とお会いする時もすごい嫌な感じがしない色なので、すごくお気に入りです。なんかこういうメイクとかはお風呂出た後はしないけど、これぐらいだったらなんかいいかなと思って、これも温泉ならではって感じで色付きリップ持ってきてみました。あとはリップ2つ持ってます。ここはケイトのリップモンスターのラスボスっていうカラーなんですけど、ピンクっぽい赤っていうか可愛らしい色。まあ、リップモンスターは本当に落ちにくいので、なんか温泉街とかでなんかね食べ歩きみたいなのをした時も多分落ちにくいし、あとは私の肌の色に合ってて、これ塗ると結構肌白く見えるところも好きだし、写真写りが結構良くなるのでこれはお気に入りで、この色はどの色の方にも合うと思います。リップモンスターどこで見つけます？全然売ってなくないですか？売ってないんですよ。だからね、表参道の松木屋に穴場ですよ。なんかこれ言ったらいけないかもしれないけどめっちゃ売ってるマジでめっちゃ売ってます。行くしかない、行くしかないです、もう松木を。でもう一個はスックシアーマットリップスティック7番。このスックのリップも落ちにくくてすごく好きなんですけど、さっき出した色が 赤っぽいピンクだったんですけど、これはブラウンレッドっていうのかなって感じなので、ちょっとかっこいい感じに見えるのと大人っぽい感じに見えるので、これもすごくお気に入りで、あと塗った時のテクスチャーがすごくサラッとしていて好きなので、まあツヤっぽい時はリップモンスターがいいだろうし、ちょっとおしゃれな感じで写真とか撮りたい時はフックのこのリップが好きで、今回はなんかこのメイクの感じに合いそうだなと思った3色を選んでみました。という感じで私の旅行の時のメイク道具だったんですけど、いかがですか？少ないですね少ないですね。これなんか友達とかと旅行行ったりとかすると、私それでも結構多めに持っていくんですよ。ちゃんと友達とプライベートの時はこういうこれぐらいのポーチを持っていくんですけど、たまに私の友達でブラシ一式持ってくることがいてもうどういう使ってないぞ全部っていう感じなんで、3本ぐらいしか使ってないのに10本ぐらい持ってくるから、本当に私ってなんてこうズボラなんだろうと思うんですけど、普段から指でアイシャドウとかも塗ったりとかもしてるから、なんかそんなに別に不便ではない、私これさえあれば生きていけるって感じなんです。メイクいつも何分ぐらいですか？15分とか短いかな。友達それ待ちません？なんか友達がやってるの待つかもしれないです。短いと。いやだから友達と YouTube でなんか何分メイクとかってやったも終わっちゃうんですよねできちゃうみたいな圧勝みたいな。もともとメイクも大好きだし、こだわってやろうと思ったらいくらでもできるんですけど、最低限これさえあれば自分の顔は作れるなって最近すごい思ってるんで、こう見ると少ないですね。まあ、私の中の最近の選抜メンバーたちなので、よかったら皆さん参考にしてみてください。また次の何か企画があったら出たいと思いますので、なんかやってほしいことをぜひ言ってください。コメント欄にて皆さん、なんかモアの皆さんにやってほしいことあったら教えてください。ではまたいつか会いましょう。江野沢奈美でした。バイバーイ。